昭和63年5月13日、名古屋球場で行われた中日巨人戦。先手を取ったのは巨人だった。2回表、絶好調男、中畑清。中日先発、小野のストレートをバックスクリーンへと叩き込む先制ソロホーマー。しかしその裏、中日もすかさず反撃に移る。8番大石がデッドボールで出塁し、ワンアウト満塁と絶好のチャンス。ここでバッターはピッチャーの小野。ライトへ技ありの流し打ち。これが2点タイムリーとなり、中日は逆転に成功した。このあとさらに2点を加え、リードを広げた中日だが、打撃でいいところを見せた小野が5回に捕まってしまう。まずは3番の篠塚、そして続くクロマティ。2者連続のホームランで4対3と1点差に迫られた。7回表、ワンアウト2塁1塁と長打が出れば逆転のピンチ。ここで星野監督は抑えの切り札、角を投入する。打席には5番原辰徳。角痛恨の失投でついに4対4の同点とされる。星野さんやっぱ巨人特に燃えてるでしょ。だからあの時にピンチに打たれた時に結構監督あ星野さんが考えてると思ってます。同点で迎えた9回裏、中日はサヨナラのチャンスをつかむ。しかし星野は延長戦を見越し、角をそのまま打席に送った。レフトスタンドへ一直線に突き刺さった。自らの失投を帳消しにした上、試合を自分に託してくれた指揮官に報いる価値あるサヨナラホームランだった。打った瞬間でもホームランと思わなかったもん。ただのレフトフライかなと思った。まさかそこでね、あのフェンスを越えてそんな飛んだと思わなかったっす。それでもう打った瞬間にやっぱりパニック状態ですよ。自分でやったことないから、はあ、嬉しかったですよ、はあ、この年各は西武と西武ポイントの両方で日本新記録を樹立し、球界ナンバーワンのストッパーへと上り詰めた。そんな各の記憶の中に今なお焼き付く最高のシーンは、意外にもこの一発のホームランだったのである。